豊川市立中部中学校は、愛知県豊川市一田町西の浦にある公立、中学校。略称はなかなか。中部というと、市街地にある学校が連想されるが、この中部中学校は、市街地から離れた北部の自然の多い地区にある。普段は、制服登校だが、部活時、雨天時に限りジャージ登校が許可されており、ミントグリーンのジャージを着用することになっている。 制服は男子は学ラン、女子は紺色のセーラー服である。自転車通学は家と学校との距離が直線距離で1 6トル以上なくてはならず、自転車通学をする生徒はヘルメットを着用しなければならない。この学校は校区が広いため、登季は45分授業である。生徒数は511人で1987年頃をピークに減少したものの、 2000年代に入ってからは、横ばいで推移している。誠実部活動は、どの部活も7時35分から8時5分までの朝、部活と授業後の午後部活、と休日の休日部活で、主に活動している。この学校では部活動への参加は、自由なため、部活動には所属せずに、地域のクラブチーム等に参加している生徒も少数だが、存在している、の通学区域内。 占領小学校区は一時東部中学校の学区になったこともあるが、金谷中学校設置後に中部中学区に復帰。ありがとうございます。